はい、こんにちは、タツオです、今回ご紹介するのはですね、ウェブデザイン等に便利な、カラーピッカーズ、スポイトツールとか言いますね、ある場所の色を、カラーコードに表示して、その色のコードを調べるというやつですね、はい、ちょっとこうやってみましょう。ここに入ってますんで、これ Windows 7の、画面です、はい。Windows 7の場合はこういうのちっちゃくなってるんですね。タスクバーのここのところに隠れてるんですけど、このアイコンがそうです。これを右クリックすると、このように数字が現れますね。はい。これちょっと動かしていきます。こういうふうに、色が、数字が変わってきますよね。そして真ん中に、プラスの文字がありますよね。マークがありますよね。ここを中心にこれズームアップしてくれてるので非常に分かりやすいんですね。細かいところまで、撮れると。まあそんな意味もあって今日はこのクリスマス風にしてるんですよね。別におセンチな気持ちになってクリスマス風にしてるわけじゃないんですけど、この色がね、いろいろあったんでお見せしやすいかなと思ってこういう風にやってます。このようにまず色を拾い出しますよね。そしてここだと思った時に手を離します。はい、今まではドラッグしてたんですよ。はい、そして、今、クリップボードにコピーされている状態ですので、ここに貼り付けます。そうするとですね、こちら、そのまま、HTML で使える、カラーコード、この6桁のカラーコードが出てくるということですね。はい、もう一度やってみましょう。クリック。インスタントアイドロッパーをクリック。したらそのままドラッグ。ドラッグをすると、カーソルのところの色を全部拾って、リアルタイムに拾ってくれてますよね。はい。じゃあ、ここだと思ったら手を離すと。その数字が、ここへコピーされるということになります。はい。では、ダウンロードの方を説明します。インスタントアイドロッパー。英語のサイトなんですけれども、こちらへ。こちらのサイトへアクセスしていただいて、はい、ダウンロードはここになります。はい、こちらですね、右上にあるここ、ここをダウンロードしていただければ大丈夫ですね。あとはですね、途中メニューで、やりましょうか。はい、やりましょう。はい、セーブファイル。はい、わかりやすいところにこれは保存します。はい、私の場合上書きになっちゃいますかね。はい、やってみましょう。そしてですね、これはブラウザーによって違うと思います。こういうふうになるのか、もしくは、デスクトップやマイドキュメントの方に保存されているかもしれません。保存先のこのアイコン、できているアイコンをクリック。これでインストールが始まります。はい。ここにセキュリティの警告が出てますので、これは実行します。はい。はい。はい、次へ。NEXT。はい。I accept agreement. はい。使用許諾。はい。同意します。はい。そして、プログラム先ですね。はい。フォルダを指定して。はい。デフォルトでいいです。はい。デフォルトで結構です。で、ここですね。スタートメニューに、一番上がスタートメニューに追加しますか。はい。2番目、デスクトップに追加しますか。はい。3番目、クイックランチアイコン。で、インサートアイコンとシステム、トライオン、ウィンドウスタートアップ、スタートアップ時に、アイコンを表示させますかということですね。はい。では、私このまま全部入ったまま、NEXT。はい。これで、インストールが終了しますと、はい。アクセスが拒否されましたと、私の場合は多分、すでに、インストールしてるわけですね。はい。そして、最後、このランチ。ランチ、インスタント、アイデベロップ、チェック入れて、フィニッシュ。はい。はい。ではですね、これでインストールの方は終了です。お使いの XP や Vista 等でしたら、ここに、ここのタスクバーのこの辺にどっか入ってるはずです。はい。で、Windows 7の場合はこちらになりますね。はい、ここですね。はい。では、今、
インストールが終わったこのインスタントアイデベロッパー、使い方クリックして、そのままドラッグ、そして目的のところで話すと、これだけですね。はい、ではですね、ちょっとオプションの設定です。はい、インスタントアイデベロッパーのアイコンを左クリックすると、このようなメニューが出ますので、ここで、今 HTML となってますね。これが先ほどの6桁の、そのまま、ウェブサイトに使えるやつですね。はい、そして、この RGB というのも使う場合もあります。はい、この辺は、ご自分の用途に合わせてセットしてください。そしてですね、このオプションというのがあります。これをクリックすると、このような小窓が開きます。はい。これがスタートアップで、常駐させるかということですね。はい。そして、コピーとクリップボード。クリップボードにその数値をコピーさせるかということですね。今私がやったように、右手を離した、右クリックを、左クリックを離したときに、コピーするかと。この設定ですね。これチェック入れておいた方がいいと思います。そして、ここがフォーマットを選べるということですね。先ほどの HTML もしくは RGB とかですね、いろいろあるということですね。はい、これが、大文字表記にするのか、小文字にするのかということですね。デフォルトで構わないと思います。はい、でここなんですけれども、選択する、ピックアップする色の範囲なんですね。これあまり小さくすると、このビットマップの場合に、たまたまちょっと違う色がポンと入ってたりするんですね。そういうのを拾っちゃうと、思った色が出ませんので、平均値を出したい場合はなるべく大きめに、全体的な平均値を出したい場合、そしてぴったり色を合わせたいときはもう小さくして、ズームをよく確認しながら撮ると、そのような感じの使い方なさってください。はい、では、このようにして、はい、左クリック、そのままドラッグ、はい、離す、そしてポン、コピーと。こういうことですね。はい。では今日は、簡単にデスクトップ上でも、どこでも色が取れるという、カラーピッカー、スポイトツールの、インスタントアイデドロッパー、アイドロッパーですね。のご紹介でした。はい。ではまた、失礼します。タテゾウでした。